はい、キラルの9年ぶりの新作ということで発売おめでとうございます。まあ、このソシャゲの方が儲かる時代で出してくれたこと、まあ、コロナで大変な中出してくれたことに感謝の気持ちでいっぱいです。まあ、前回の収益報告の動画でもちらっと言ったんだけど、私みんなが思ってる以上にキラルのゲームに思い入れがあるんだよ。私の青春時代にずっとやってきたから。自分の人生でキラルのゲームって特別枠なのね。だからキラルの新作が出た時はその時やってる全てのことを投げ打ってプレイするって決めてるので、全ての予定を放り投げてやりました。あのね、この成人指定、これって18禁のギラギラしたシールじゃなくなっちゃったのってちょっとショックだったんだけど、キラルのゲームって昔からこれだったわ。で、 YouTube のオープニングのコメント欄見てて思ったけど、キラルってすっすごい海外のファンの方が多いのね。私の想像以上だった。私がアメリカ人に生まれてもロシア人に生まれても日本の作品が大好きなオタクに必ずなってたと思うので、初めから日本人に生まれてよかったです。英語版を出せば結構儲かるんじゃないかな。あのね、グロが想像以上のグロだった。グロレベルが私が想像してた以上にいっちゃってた。これみんな思ったと思うよ。こう痛いシーンたくさん出てくるんだけど、私は朝倉さんルートで天使を作りたいかっこ物理って言って、こう肩甲骨に切れ目を入れて、こういうね針金で羽を作って、ま、埋めて糸で縫うっていう、いったー、いやもう痛いってレベルじゃない、その発想みたいな。あの惨状見たタクマジかわいそうでしょ。だいたい助けに来るタクが一番かわいそうでマジ笑う。でもタクもどさくさに紛れて治療するときにウェブタグ埋め込んでますから相当だよね。あとぼちぼち傷をこう開く描写があって、あー、その痛すぎて続行できなかったって人が何人くらいいるのか気になるね。でも腐女子って私が思ってるよりもみんな強くて、みんな割と普通にやってんだよね。で、最初ね、去年の12月に体験版やった時に、これ2013年のゲームかよって思ったの。大丈夫って。あんまりキラルらしからぬ選択肢というか UI がダサすぎるから、他のしょうもない BL ゲーのブランドと同じような感じになっちゃってるなと。もういいよ、木を照らわなくて。こういう普通で、こう砂時計がなんとなくおしゃれでしょ、なんとなくかっこいいでしょって感じでやってると思ってたの。ただ意味もなく出てきたものだと思ってたんだけど、そこにちゃんと意味があるなら別。なんかマヤがトアに砂時計を見せていつもの洗脳するみたいなシーンあったよね。ダサい心理パートにもちゃんと意味があったのよ。お母さんに人はこうやって洗脳するんだよって教えられたことを忠実にやってただけなので。で、トアが相手の目を見つめるとなぜか言うこと聞くってのもさ、なんなんだよそのとんでも超能力って納得できなかったのよ。だってそんなん言い出したら何でもありじゃん。でもちゃんと毒母親の教育の賜物っていう理由が出てきたから、あ、意味があったんだ、なんとなくかっけーっていうだけじゃなかったんだって思った瞬間にもう全て許した。冒頭の3人も、トアがこれくらいド M ですよ、こんな感じでユーフォリア活動してますよっていうだけで、あんま意味ないと思ってたらそんなことなくて、理由があるならよし、こう全部繋がった時、あ、ちゃんと意味があったんだって思う瞬間って面白いよね。よくカタルシスを感じるとかって言うじゃん。それに近い。だから最初の段階では結構ボロクソ言ってたんだけど、私。全部終わったら、こう、手のひら返しでした。どんなに信頼してるメーカーでもクソゲー出してくる確率ってゼロじゃないからさ、逆に言うと終わってみるとフチーさんが意味ないことやるわけないよねってしっくりきたというか安心したというか、やっぱ手のひら返しよ。いや、でもドラマだから9年経ってるからさ、勘が鈍ったのかなとか思って、序盤はいろいろ心配でした。こう最後までやればちゃんと良さがわかるゲームって難しくて、最後までやってくれるユーザーって一握りだと思うのだよ。でも制作者の立場になって考えると、最後までやってくれる前提で謎を散りばめて最終章で回収するしかない。でもそれってある意味開発側のエゴなわけですよ。ユーザーからするとこれマジで演出がダサいって言って途中離脱の可能性も十分あるわけよね。最後までやれば評価覆るんだけど、行く前にやめちゃう人も一定数いる気がする。とゲーム始めたはいいけどたまたま忙しくなって3日くらい触れなかったってことが起こると、そのまま永遠にやらなくなるってこと大いにある。だから私も今回最後までできた、新ルートまでできたっていうのはある意味奇跡なわけですよ。
で私ドラマだの僕の夏休み8月32日みたいなバグ演出が本当に好きだったのね。今回は心理パートダサいしそういうの見れなそうだなと思ったら、こう過去の記憶がフラッシュバックするポケモンのポリゴン事件みたいな演出とか、まあ、トアがめっちゃ絶叫したりとか、こう選ぶとさネガティブポジティブ言うじゃん。トアがもう今にも死にそうでそれを言わなくなるとか、一瞬で砂時計がマックスになるバグみたいな演出とか、探索パートで集めたワードが全部無意味になるとか、あとここのぐちゃぐちゃってなるとこ好きだし、もう三段階エンディング良かった。終わりと見せかけてスタッフロールが3回に分けて出てくるやつ、これほんと良かった。やっぱ新ルートは今までの集大成であり最高としか言えないような演出がいっぱいあってほんと良かったです。これ全部クリアするとタイトル画面が変わるゲームはいいよね。そういうゲームに外れない気がする。いやー、まさかトアのお母さんがこんなに話に関わってくるとはと、あ、まさかの家族愛の方に行くんだって予想できなかったので面白かった。私家族もの弱くて本当に大好きなの。こうさ、ずっとサイコパスだと思ってたのに、なんか本当はこんなことしたくなかったというか、なんでこういう形でしか愛情を表現できないんだろうみたいな日記を見せられるとさ、もう憎めないから困るよね。そう、藤枝さんがキーパーソンだとは思わなかったしね。まだらめだと思ってたよ。こうユーフォリアは人の欲望が最高潮に達した瞬間を描いてる。で、お母さんは人の欲望を解放する手助けをしていた。うわー、近ーって思わせるのうまいなーと思ってさ。で、さっき気づいたんだけど、タイトル画面でかかる曲って悪夢っていう曲名だったの。でも、全クリしてからミュージックに行くと幸福になってる。こういう細かいギミックを入れるところがキラルなんだよね。あとクリアしてからまた各ルートを最初からやると、ま、音声付きになってるとか、気づいてないだけでそういう細かいとこいっぱいありそう。で、私ループものが大好きなのね。こうまさかのその要素も入ってて本当に面白かった。で、ループものってどれだけ同じシーンを見せるかってすごい難しくて、あんまり同じところを何回も読ませるとだれるんですけど、こうループ部分はさっさと終わるところがすっごい良かった。ちゃっちゃと謎の荷物が届いて新ルートに行くっていう。ループして同じようにオープニングが流れるけど、ちょっとずつ違う。何かが違うみたいのもすごい好きなんで、だそういうのがこのゲームで見れると思ってなかったから嬉しかったね。私ね、まだらめルートが一番好きなんですけど、こう首絞めながらチューするシーンがあるのね。え、それ最高やんけ。もう最高すぎて、これ私が今後ヒロアカとかジュとかにハマって、好きなカップができたとしたら、これ使わせてもらうわ。もうパクらしてもらうってなった。もうそこが一番ピークだった。こう首絞めながらやるっていうのはぼちぼち見るけど、チューするっていうのは誰かがやってそうでやってないシチュエーションだった。で、その締め具合が絶妙と言いますか、マジでカリスマやんけ。もうシキティのようなカリスマを見ましたよ、私は。もうシキティが見えたよ。まあ私、シキルートのことをあんまよく覚えてないんだけど。しかも、まだらめの締め方は自分が知ってるものと違うっていうモノローグがあって、締め方とかあるんかーいって燃えました。その首締め中のエロシーンを見てるときに、私ほんとこのゲームやってよかったって思った。でもって、容赦ないんすよ。ここまでボコられる受けってあんま見ないよね。ってくらいプレイヤーの想像以上の暴力。こう普通の BL ゲームだったら暴力シーン多すぎるとあれだからもうちょっと減らそうって守りに入るもん。と守りに入らなかったところが最高だった。でもさ、お互いちゃんと殴り合ってるのが BL って感じがしてよかった。男同士って感じがして、女同士じゃこれできないからさ、こうちゃんと戦ってる BL ってあんま見ないじゃん。こう仕事してないリーマン BL と同じような感じで。で、最初関係から始まるんだけど、監禁者って書くの難しいんだよ。こう嫌いな相手に拉致られても反抗してご飯とか食べないじゃん。そこをどうやって食べさせるか、こう食べようって風に気持ちを変化させるかって書くのが非常に難しい。あの、はい食べましたっていうのは誰にだって書けるよ。けどそこに説得力を持たせるのってすごい難しいの。けどそのパンを食べるようになる過程がうまかった。なんだよね。トアが自主的に食べるところに違和感がなかった。これ、フチーさんさらっ
と書いてるように見えるけど、相当難しい高等技術だよ、これ。で、監禁者の大好きなところは、こう、拉致ってきたはいいけど、食べ物を与えないと死ぬんで、どんなに怖そう、無口、無表情、ヤクザ、感情なさそうな人でも、食べ物買ってきて、相手にあげなきゃいけないところに、すごい人間味を感じて笑うんだよね。これお前がスーパーで買ってきたんかーい。しかも、いちごジャムパンみたいな。もはや、監禁されてる受けとかどうでもいいよ。攻めが何を買ってくるかが楽しみ。こう、何を買ってくるかで人間味が出るじゃん。こう、コンビニ弁当なのか、パンなのか、それとも材料買ってきて、お粥でも作るのか。もうそこが一番最高なポイントだわ。もうパンさ、これさ、マダラメが買ってきたんかよ。スーパーで？コンビニで？どんな顔して？って思ったら、めちゃくちゃ燃えて笑ったもん。まあ、オチは、小太郎とか、まゆが持ってきてくれてたってあれで、ちょっと残念でした。マダラメって買い物とかすんのかな？できる？こう、昔は守るものもないし、命も惜しくないから、本気の殴り合いを相手にも自分にも求めてたけど、病院で働くようになって平和ボケして、殴られてもやり返さなくなった。なのに、マダラメによって、で引き戻された。タクとかレイとかみんな優しいけど、やっぱりここは俺の居場所じゃないっていう、その一連の過程がね、めっちゃ説得力があった。うまかった。こうマダラメんとこ戻る時の探索ルートで、こうどこ選んでも違う、ここじゃないとかって、行けるとこがどんどんなくなっていく演出、すごく良かった。こうレイとかがあんなやつのとこ行っちゃダメって引き止めてくれるけど、まあ、俺の居場所はマダラメんとこだわって、こう廃墟に戻るじゃないですか。もうさ、ニヤニヤしながら待ってるもん。もう悪いんだよ、こいつは。マジで、もう人身掌握術、心得てるから。やらしいんだ、これが。エロ的な意味じゃない、やらしい。最終的に自分のところに戻ってくるって分かってたから、わざと泳がしてたんだよ。で、戻ってきて3秒で、プレイヤーも、って思ってる間にもう首絞められてるから、本当畳みかけるような展開なんだよ。本当にね、藤井さんってカリスマキャラを描くのが上手いんだよ。もうキャラ作りが上手すぎ。でキラルのいいところって、もう全作品通して最中に攻めがあんまり喋らないところなんだよ。だこれが中の人のファン層を狙って恥ずかしいセリフベラベラ喋るようなキャラだったら、がっかりだった。それをしないから信頼してるんだよね。で私、トアみたいなド M のキャラってあんまり好きじゃないんだけど、受けの心情の移り変わりとか、そこに至るまで不自然じゃない。もうきちんと過程が描かれてる展開を見せつけられると、自分ド M のキャラってあんまり好きじゃないんだよねとか、挑発のキャラってあんまり好きじゃないんだよねなんて、しょうもない気持ちは消える。もうただただ素晴らしいって気持ちと嫉妬だけが残る。マジさ、この3人とマダラメが同じ画面に映ると画面の圧がやばいんですけど、5000キロカロリーくらいあるよ。で、マダラメさ、襟足が可愛すぎない？髪型。なんかあれが気が抜けて笑うんだけど。というか、キャラでさ、地味すぎない？って思ってたんだけど、30代くらいかなと思ってやってたの。40代ってことが判明して、すべて許した。めちゃくちゃありになった。逆におっさんで奇抜なデザインだと変だもん。40代ってだけで、だいぶ30代よりも萌えが5億倍くらいアップするんですけど、シンプルに40で喧嘩めちゃくちゃ強いってすげえかっこよくない？タクと同い年？そこまでは出てないか。でもさ、攻略キャラのうち2人が40代ってすごくない？もうさ、最初マダラメの声普通すぎね？とか言って文句タレタレだったんだけど、終わる頃には大好きになっちゃって、声にガチ恋してしまった。中の人じゃない、声に。ここの言い方が好きとかはブログに書いたんで、そちらを見てください。もうセリフとかは恥ずかしくて言えないから。私いつもセリフ全部聞かないで、もうスキップスキップだけど、マダラメの声はほとんど聞いたね。でもそう考えるとさ、マダラメルート以外のマダラメって一人で生きてかなきゃいけないんだよな。自分と似てる存在ってトアしかいないのに、一緒にいることできなかったんだよなとか考えちゃった。こうマダラメの背中の入れ墨は、稲田がちょっと奇妙な模様が入ってるらしいみたいなことを言ってた気がするんだけど、あの模様というか絵柄に意味あるのかな？
だお釈迦様と竜でした。まあ絵柄だけ見ると趣味悪いよね。え、てかさ、この入れ墨の CG のまだらめの尻の引き締まり具合めっちゃ良くない？私この尻エクボが出てる尻好きなんだよね。で、結局トアがまだらめの下の名前呼ばないのよね、最後まで。私名前呼び好きだから、え、呼べばいいのにって思いました。加賀さんのこともっと知りたかったな。で、グッドエンドはね、遠野さんさ、一応 CG あって見せ場あったのに、榊は眉に遠くから狙撃されて終わりなの。眉の目がめっちゃいいのってこのためじゃん。きっとゴルゴの10倍遠い距離から狙撃してるよ。もうせっかくマダラメルートシナリオいいんだから、榊さんにもちゃんと幕を引くいい場面作ってあげてよ。失速感半端ないと思ったんだけど、榊さんは藤枝ルートで大活躍だったので、あ、全体でバランス取ってんだなってもうコンプしたら分かったんだけど、やってる最中は不満タレタレでした。だって高里組を深く掘り下げないなら加賀さん出てきた意味ないじゃん。だからレイと藤枝さんが榊さんで、タクとマダラメルートが遠野さんが深く関わるよね。全然マダラメって言いにくくて言えてない。だからマダラメルートだけが高里組と深く関わる話だから、唯一ヤクザとドンパチできるルートだったわけよ。榊さんあっさりすぎてかわいそうすぎる。いや、もっと、まあ、組長襲撃もっと描写した方が良かったし、まあ、榊さんと遠野さんを差しでやり合わせるとか、だから壊滅させた後の小太郎眉エイジが、まあ、どうしたかもチラッとでいいから見たかった。ちゅうわけで最後は失速したので、私の中でのピークが首絞めてる時だったっていうわけです。あ、エロはね、うわ、これタコおじさんと同じで優しくするやつやーんって燃えすぎてうさん無償した。あ、バッドエンドね、その胸をビッて切ってそこにチンチンを入れるのはやめてください。いったー。そう、殺し屋が死体の横でセックスするって一番しょうもなくない？なんか普通。そう、マダラメは前と何も変わってないって言ってたけど、プレイヤーからすると、まあ、トアに人を殺せって命令するようになったあたり、つまんない男になり下がったよねと。でもね、自分は人を殺すようになったし、こんなに狂ったのに、相手だけが何にも変わってない。一緒に狂ってくれないなら、いっそ殺してしまおう。そうすれば、自分はこれ以上狂わなくて済むから。みたいな理由がね、いやー、それわかるわ。ほんと、フチーさん、そういう心理描写がうますぎ。最後、あのままトア死んだとも取れるなって思った。というか、マダラメさんの肩幅。私、昔から思ってるのが、バッドエンドってさ、グッドエンドに比べて短いじゃん。投げっぱなし感があるなと、ゲーム全てに対して思ってて、バッドだけど、それなりに長い話が見たい。まあ、事件が起きて、なんか悲惨な感じで死んじゃうとかさ、ドラマ性のあるバッドが見てみたいなと、ずっと思ってたりします。だバッドでも、トゥルーエンディング並みに、まあ、エンディングとか凝ってもいいと思うのよね。こう全部やると大変だから、このキャラクターはバッドエンドに力を入れるって決めてちょっと長くしたりとか。で、エンディング曲はね、このマダラメバッドの歌が一番好きですね。こればっかり聴いてる。 He must meet you the best song that I can feel like I found her。たださ、マキシマムザホルモンみたいなデスボイスの歌じゃない方がいいような気がするんだけど。いや、これさ、デスボイスパートない方がいい歌だよねって思うんだけど。いや、デスボイスって聞いてると疲れるのよ。でも、そういう歌を入れたのも今回のキラルの挑戦だったんだろうなって。やっぱ新しいことをやるメーカーだからさ、フチーさんもなんかのインタビューで、こういろんなジャンルの曲使って、まあ、ユーザーさんがこの曲いいじゃん、このジャンルの曲いいじゃんって、いい出会いになったらいいよねみたいなことを言ってたからね。いや、Go to Bed 今回も参加してくれて嬉しかった。ほっとした。いや、なんか石井修司が昔売れたいみたいなツイートをしてたのがすごい記憶に残ってるから、仕事来てよかったなって気持ちになった。で、BGM もね、今回本当印象に残んなかった。今までの作品の BGM は、トガイヌめっちゃ好き。ラメント、神。スイープ、ほぼ覚えてない。ドラマだ、神。スロダメ、特にない。って感じで、
私もともとテクノというか電子音、こうピコピコした音がすっごい好きで、そういう意味でドラマナの曲と音楽は大好きなのと、やっぱジズサウンドっていいよね。もうジズは BGM 参加しないんでしょうかね。今回もジズが良かったな。まあマダラメルートをやった時にこうフチーさんの書くカリスマの世界観に浸ってられて本当に幸せだった。もう好きすぎて終わった後なかなか現実に戻れなかった。こう洗濯とか市役所に行くとか、くだらない現実世界に戻るのが本当に辛かった。自分の人生の中で心の拠り所になるゲームがまた一つ増えて幸せです。いや、その藤枝ルートさ、もう別人じゃん。メガネ、オールバック、堅物キャラが攻略できるって楽しみにしてた人は拍子抜けっていうか怒り狂うのではって心配になっちゃった。自分は垢抜けた藤枝さんの方が好きだったんで、やったーと思った。しかも元ホストってウルトラスーパー萌え要素やろ。でもね、いや話が違うじゃんみたいなレベルの低い文句をつけるような人はキラルユーザーにはいない。だこういう見た目のキャラクターですっていうより一人の人間だから。オールバックも垢抜けバージョンもどっちも本当で、藤枝さんっていう一人の人間であり、見た目でうんぬん言う人がいたらそのキャラを本当に好きじゃないんじゃないか、理解してないんじゃないかって話になってくるよね。まあおそらく中身のないゲームでこれやったらブーイングかもしれないですけど、なんか垢抜けたバージョンの藤枝さんさ、戦隊ものの主人公っぽいよね、キャラデザが。これで仮面つけたらアメコミの主人公ヒーローだよなみたいなイメージがある私は。でもさ、大逆転裁判とかもそうなんだけど、後半で大きく容姿が変わるキャラってグッズ展開するの難しいんだよね。本来の姿のグッズが欲しいのにネタバレになるから偽りの姿のグッズしか出ない。藤枝ルートで攻略キャラがマダラメ、タク、レイ、藤枝さんが一堂に会するシーンあるじゃん。あれもめちゃくちゃめちゃくちゃ燃えたね。永遠の中二病だから、ああいうクロスオーバーみたいなのを見ると、すっごいテンション上がっちゃうのよ。オールスターバトルじゃん。いや、マダラメと藤枝さんの物理バトル、最後まで見てみたかったな。意外といい勝負できそう。まあ、マダラメが一番強いですけどね。でも、これ、榊さんですよ。もう、榊さん、すごかったね。もう、ほんとよかった、榊さん。もう、開演と呼ぶにふさわしい。もう私、マジ、榊さんどうしたと思ってこの顔になりながらやってたもん。いい演技見れると本当感動しちゃって生きててよかったって思うんだよね。多分さ、中の人声からして40歳とか50歳くらいだと思うんだけど、はいはい BL ゲームねってなんかさ舐めてかかられそうじゃん。こうファイナルファンタジーのオファーだったら熱入れてやるけど、所詮 BL ゲームでしょみたいな。だから年配の人がそういうの関係なく熱演してくれたっていう事実が私すっすごい嬉しくて、そういう姿勢って素晴らしいと思うし、すごいかっこいいよね。もうほんと鳥肌もんだった。いいもん見せてもらいました。多分、フチーさんよりも私の方が嬉しかったわ。これ私、オメガバースの読みすぎで、子供の頃ひどいことさせられてたって、割と二次元ではありがちだよねって思ってしまったんだけど、このゲームで一番怖いのは、大人が子供にそういう場所でひどいことをするじゃなくて、子供が大人の指示で子供にひどいことをするっていうおぞましさだよね。序盤の3人ってそういうことだもんね。子供の頃そういう体験したから歪んだ性癖になって、また同じ体験をしたいって求めるようになったわけで、そう、子供が子供にひどいことをするって見たことなかったから新しかった。この一行で闇の深さが伝わるところもいい。で、この藤枝ルートを新ルートにするって決めてかかったのが良かった。まあ、トガイヌだとナノ、ドラマナだとレンが新ルートだったと思うんだけど、どっちも隠しキャラみたいな感じだったじゃん。けど藤枝さんは普通にホームページで攻略キャラの一人ですって何食わぬ顔で出てたんで、やる前は、マダラメルートが新ルートかなーって思ってたからね。こう変に、中途半端に全員のルートでマヤが出てきたりとか、まあ、トアの視界が晴れたりとか、どっちつかずだったら、こんなに響かなかったよね。だからトアの視界が正常になるというか、本当の世界が見えるようになるのって、藤枝ルートだけなんだよね。そう、それがどこか複雑というか、いろんなことを考えさせられるけど、だから藤枝以外のルートって、まあ、トアの見てる世界は、
初期のタイトル画面の真っ暗なままなわけじゃん。他のキャラのグッドエンドでもバッドエンドでも暗い世界はそのままなんだよなとかって思ったりして、こう真の意味でトアのこと救えたのって藤枝さんだけなんだって、そう、そこもこのゲームで好きなとこなの。あー、トアをこんなにいい笑顔にさせるのはこやつだったかって思いました。まあ確かにあそこまでの笑顔にさせられるのはまだらめではないよな。だこの二人、相手の妹にひどいことした女の息子と妹にひどいことされた兄の二人が一緒になってこう一緒に生きていくことを決めたんだからすごいよね。もうすごい覚悟だよねと思って。でほら藤枝さんおっさんゼリフを言うじゃん。なんだっけ、初めての共同作業とか、昔の男なんだろうとか、もう本当に笑った。もう最高のエンターテインメントだなと思いました。浴場って単語出てくると、すごい笑っちゃって。あんまりその声で聞く機会ないじゃん。はいはい、浴場、浴場、大浴場って言って、照れて混乱してました。レイルートね。私さ、絶対、桐原のお兄ちゃんって、レイのことだと思ってたのよ。逆に違うんかいみたいな。で、殴ってくれるお兄ちゃんで、で、レイもデスマッチエリアの常連って描写が出てきてたので、あんなにお姉なのに暴力悪魔って最高だなって思いながらやってたんだけど違いました。桐原くん、なぜか、熾烈矯正をしていますからね。なんでそんな萌え要素を入れた？かわいい。レイさ、その、トアの前で切り落とそうとしたって、そんなとんでもない経緯あったの？あ、だから、トアがレイの見るの初めてじゃないって、モノローグがあったのかって。冒頭のあれが、まさか、チンチンを切り落とそうとしてるシーンだとは。そのさ、やっぱり無理って、途中でやめて、ズボンにしまうっていうシーン想像すると、シュールすぎて笑ってしまった。でも真面目に考えると、その辺のハサミで適当にやっても、失血死しますよね。どうなんだろう。まあ、死ぬほど血はなくなんないのかな？レイの部屋にヘビのポスターがあって、うちにもヘビがいるんで嬉しかった。あ、ヘビやーと思って見てました。そのレイが俺って言い始めた時、全プレイヤーが照れたよ。あーってなって、一回中断して部屋の中歩き回った。だ中の人もお姉声がめっちゃしっくりくるし、うまいから、唐突の俺って、いつか俺ってっていう日が来るんだろうなってやる前から分かってたよ。分かってたけど、いざその時が来たら猛烈に照れた。このレイの過去とレイのキャラクターっていうのは、だから私は体は違うかもしれないけど女なので、受けになることもできるし、本編みたいに私は男でありたいってどっちにも転ぶことができるから、すごいなって思った。ポテンシャルが。で、童貞っていう萌え要素が出てきたんだけど、まあ、あの家庭環境と、まあ、自分の性別とあれだけ葛藤してたら、まあ、自然な流れだよなって思いました。あー、出てくるキャラで一番でかいのはレイだったかって、まあしっくりくるわな。でもすまん、照れちゃって、レイルートは動画で言えることあんまないわ。ブログを見てください。童貞っていうだけで精一杯だった。で、レイ明日負けたら死ぬってっていう戦いに出るんだよ。で、これ外で殴り合った後にエロシーンに突入したの。殴り合ってる時から、え、大丈夫？明日本番だよねと思ってハラハラしすぎて集中できませんでした。で、前の日に体力使ったから負けそうになるんだけど、こう友達がみんな来て、勝つんでしょ？立って！もう、こういうのでいいんですよ。何のひねりもいらない。ああ、やっぱ王道っていつの時代も最高なんだなってことを教えられた。こうタクがみんなを引き連れてきたってところにグッときましたね。あのトアが叫ぶのも熱いし、父親が息子に借金3億背負わせるようなクソ親父でずっとヘラヘラしてたんだけど、こう息子が命かけて戦ってるのを見て感動して、まあ、改心して応援するっていうのも王道ながら最高。でもこの父親は雰囲気に流されただけで、一時的に感動しただけで、絶対またすぐクズに戻るから縁切った方がいいと思います。でもさ、単発のレイめちゃくちゃかっこいい。めちゃくちゃ、もうむちゃくちゃ似合う。最初からこのキャラデザインの方が良かったんじゃないの？ここまで単発似合う人なかなかいないよ。ここまでしっくりくる人なかなかいない。あーお腹すいたーじゃなくて、あー腹減ったーっていうレイに泣けたんだよね。で、タクルートはね、やっぱド M キャラが優しくされるのとか慣れてないから、こうもっと痛くしてとかひどくしてとか言うんだけど、言うこと聞かないで優
優しくするのいいよねって BL の初心を思い出した。最後さ、もう刑務所に迎えに行く未亡人と2年ぶりに出所した旦那みたいな、完全にそれでしたね。まゆさ、性欲よりもアニメなとこマジ押せるよね。あ、もうこやつは本物でこういうガチオタからも好かれるやつだって思った。初めて見たエンディングが私マユルートで、こんな顔しながら、もう虚無の顔しながらやってたもん。そのよくわかんないコスプレを見せつけられて修行僧の顔になってた。円蔵さんの漫画思い出した。だこれにもオタクがさ、こう好きなキャラの衣装着てよって着せるスーパーエロがあるんで、ゆきみちゃんさ、せっかくなんだから、まどかマギカのキャラとか、実在するアニメキャラにしたら面白かったのにって思ったんだけど、あ、ニトロはそれができるから。でも、あ、エロが絡むからダメかってすぐ思い直しました。私、BL ゲームやるの10年ぶりだし、最近全然 BLCD も聞いてないし、体勢落ちてて、もうエロシーンの音声恥ずかしくなっちゃって聞けなかった。ああ、無理無理ってスキップ。で、最後、マユがマユみたいになって寝てる CG もあって、マジ草だった。そんならコタロウとマユとサンピールート欲しかった。まあ、丸まってるの可愛かったけどね。だおそらくサンピールートは通常であればあったんだけど、こう冒頭の3人が食い込んできたから多分なくなった。で、コタロウね、立ち絵じゃわかんなかったんだけど、すごい耳拡張してんのね。コタロウルートの絵で分かった。だ、そのコタロールートだけ見るとこいつマジってマナー的な意味で思うじゃん。でもあそこで誘いを断ったりすると、分かった、また今度やろうぜって絶対無理強いしないんだよ。奴は紳士だと思うよ。だ、全体的にトアはそのまま突っ込まれてるんで、痛い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 って、そのなんていうか、みんなもうちょっと優しくしてあげなよって、突っ込む方も痛いだろそれって思いながらやってました。はい。でもね、だからこそタクルートのめちゃくちゃ優しくするっていうのが引き立つんだよね。コタロウの立ち絵よく見たらさ、全部の指に指輪してんのね。私後半まで全然気づかなくて、可愛すぎやろこいつ。で、友達がメリケン作代わりじゃないって言ってて、あー確かにそれだわって思った。で、マユとコタロウは二人でやんないのかなって気になる。お互い趣味じゃないんだろうね。で、コタロウって入れ墨あるし、耳拡張してるし、全部に指輪はめてるし、生きってるじゃん。だからウケなんで見たいですけどね。マユの方が体格いいし力もあると思うんで、抑え込まれたら逃げらんないんじゃないかなと思うとめちゃくちゃ見たいよね。だからコタロウとマユは普通に好きなんだけど、まあ、トガイヌの処刑人、ドラマだのウイトリのカリスマ感には遠く及ばなかったよね。可愛い脇キャラだよねで終わってしまったな。これだけは言いたい。エイジのエロがなくて本当に良かった。なんかもうエイジはさ、好きすぎてそういうエロとか俗物のしょうもないもんから無縁でいて欲しかったわけ。やっぱフチーさんその塩梅分かってるなーって神に感謝した。私的にツボだったのが、トアがやけになってて、コタロウがむしゃくしゃしてんなら慰めてやろうかみたいな、うんそうしてと。で、二人で消えてった後に、それじゃあ僕とマユさんでデスマッチエリアですねって、コタロウとトアがやるっていうのが、もうご飯食べに行こうぜくらいの、もう日常茶飯事なとこ、極めて冷静に言ってるところがすごいツボだった。しかもその後のコタロウとトアのエロ一行で終わるし。あと探索ルートで路地裏に行くと、エイジがお相手探しですかって冗談で聞いてくるとこがあって、エイジもそういうこと言うんだって私的にすごい燃えました。そういうことを聞くけど、トアとエイジはそういう関係じゃないし、やろうっていう発想も出てこないってところがすごく好き。しかも嫌いな食べ物漬物って可愛すぎやろ。だ、トアがマヤさんになったら面白そうだったから見たかったんですよねってヘペロみたいな。エイジが一番作中で極悪なこと言ってるから、そういうブレないところも大好き。でもね、エイジ攻め稲田受けは見たかった。これは別腹。いや、稲田可愛すぎん。だって勝手にエイジのことをライバル視して勝手に追っかけてきたんだよ。結局最後まで喋んなかったね。あーとかうーんしか言わなかった。ばあちゃんの孫だったんかーいってなったよ。エイジみたいなキャラって声優欲に振り回されるのがめんどくさいんで、下切ってますとか言ってもあんま違和感ない。そうであってほしい願望というか、単純にめんどくさいからいらないよねって、こう世間一般的には大事と言われる部分に未練がないの超かっこよくないですか。あ、
でもダメか、トイレ行けなくなるから。そっか、トイレどうするか問題があるからできないのか。私 BL で切っちゃったキャラって出てこないかなっていつも思ってるんよ。中国の宦官で去勢されるやつはありますけどね。これこれ、日野明さんの。これだと股間にちっちゃい穴を開けて栓してた気がしますけどね。エイジは新妻エイジに似てるからエイジなんですかね。もう中の人ほん本当に合ってた。ちょっと早口で声高くて滑舌がいい声。ああいうキャラってまじまじゅんじっぽい声合うよね。もう一昔前の人間なんで、一昔前の声優しか出てこないけど。でさ、全体的に声優さんの水準高かったよね。タクの中の人とかあまりにぴったりすぎて、こう言及することさえ忘れるもん。こう違和感抱かないから、いいとか悪いとか言うことさえ忘れるレベル。これは私からすると最大級の褒め言葉です。もう榊さんはもうあれじゃん。でレイもお姉声ぴったりだし、文章が息を切らせて走ってきたみたいなのだとして、その後のセリフで普通に喋ってると、いや息切れてねえじゃんって気になってしまうのよ私は。だこのゲームそういうのがあんまなかった気がする。だから声優力ってそういう台本をちゃんと読んでるだけで高い水準にいけるよねって思ってます私は。来世は男に生まれてこういうシナリオが素晴らしいゲームに出たい。神ゲーに関われるって人生で一番幸せなことだから。んで榊さんがトワにエロいことしたりとか、遠野さんがエロいことしたりとか、それもなくて本当に良かったです。こうタクルートでトワに女装させて愛人になれとかなんとか言った時にはやばい気配を感じたけど、なくて本当に良かった。普通のかっこいいヤクザおじさんのままでいてくれて本当に良かった。遠野さんさ、トワにそういう店で働いたらナンバーワンになれるぞって誰もが気になってて聞けないことをズバリ聞いてて笑った。五十嵐くんに言いたいのはただ一つで、小太郎みたいになるな、純粋なままでいてくれ。五十嵐くん影薄かったな。こうゲイバーに通ってる有村くんが可愛すぎてじわじわ好きなんですけど、なぜ彼はトワに性的趣向がバレているんですかね。わざわざ言わんくない。一緒に働いてる人みんな知ってるってことなのかな。で彼はタチなのか猫なのかどっちなんですかね。こうリアルにタチとか猫とか言ったことないからイントネーションが合ってるかわからないですけど。え、でタクのこと好きなのかな。これ本当かもしれない説あるよね。図星だからめちゃくちゃ否定したみたいな。ってことはおっさん好きなのかな。人生そのものが乱れてるあなたと一緒にしないでくださいが可愛すぎて、本当じわじわ有村くん好きなんで、こうピクシブに問わ攻め有村受けが上がり始めたらそれは私です。私裏話的なの見るの大好きだから、ライナーノーツいつもめちゃくちゃ楽しみで、で淵井さんのコメント、スタッフが少ない、つまり人手不足って書いてあったから、次回作も相当難しいのかなーって。だ3年に1回ぐらいのペースで出してくれたら嬉しいんだけど、難しいのかなぁ。私 3D の勉強しとけばよかった。でも淵井さんさ、今までの作品で全部シナリオ書いてるじゃん。毎回前作を超えなきゃってプレッシャー相当あると思うんだよ。そのプレッシャーを超えてさ、まあ、ラメントとかドラマだみたいなファンタジー、まあ、スイプーと今回みたいな現代とか、いろんなジャンルで書けてすごいよね。もう天才だってすごく思うけど、私単純に淵井さんの書く文章が大好き。まあ、多分都会の世代とかでもともとキラルのゲームが好きだったって人が結構いるっぽいよね。それってこの世で一番素敵なことだなと思って。いやライナーノーツのウイローさんのトワ組長イフイラスト、あれめっちゃいい、あれめっちゃいい。中二心がうずく。あれもう漫画描いてほしい。幹部この4人って。タコウジさんは専属の闇医者で、レイは人体改造で金儲けして、あと喧嘩が強いで、マダラメは最強なんで、あいついれば誰も寄ってこないんで。で藤枝さんは組の顧問弁護士で、元ホストなんで逆ハニートラップを仕掛けることが可能。でもトアが日替わり定食みたいにみんなとやってたら嫌です。それは嫌だ。だから恋人は誰って決めたイフルートが見たいですね。もうホワイトデーの壁紙もうみんなかっこよくて、
直視できなかったもん。あ、レイ単発バージョンじゃんって思ったら、え、これタコおじさんやんけ。これタコおじさんが一番イケメン説あるでしょ。もうまだらめとか直視できんわ、イケメンすぎて。で、あれだわ、私やってる時におっさんの顔が宙に浮かぶ現象と、こうバックログ見てる時に戻ろうとすると、ま、右クリックすると落ちる、強制終了だから既読も聞いてなくて、やったとこまでスキップできないで現象が結構多発して、あ、おっさんの顔はあそこだけだったけど、でエラーが起こった時ってググっても解決方法とか同じ現象で悩んでる人出てこないんすよ。ツイッターで検索するの。そしたら同じような人結構いたんで、あー、みんな低スペックパソコンでやってるんだなーって思いました。私もスペック低いからさ、多分グラボの問題だよね。いや、だから初めて気にしてパソコンのグラボ調べたらこれだったもん。絶対しょぼいやつだよねこれ。だからゲーム側に問題があるんじゃなくて、ただただ自分のパソコンのスペックが低すぎるってことね。だからいつ落ちるかわかんない恐怖と戦ってたから、すごいまめにクイックセーブして、まあ、集中できなかったとこありますね。はい。だプレステ4とか Xbox とかってみんな同じスペックじゃん。だからサポートも簡単だけど、パソコンのゲームってみんな環境違うじゃん。100人いたら100人環境違うんで、サポート死ぬほど大変だろうなと思いましたね。なんかもう外が暗くなってきたわ。私ね、死ぬまでに一回ニトロの車内を見学したい。藤井さんに私の性癖を作ってくれてありがとうって伝えたい。私がヘタレ攻めと執着好きになったのって契約からだからね。夢ってさ、言っとくと今の時代誰かが叶えてくれるかもしれないよって言うじゃん。こうたまたまフォロワーに関係者がいたとか言っとけば何かの間違いで叶うかもしれないので言っときます。というわけでスロダメをやったらね、久しぶりにエロゲーマーの血が騒いで、またエロゲの話しようかなと思って、実家から今までやったニトロゲー全部持ってきたんよね。まあやるやる詐欺なんでいつになるかわからないけど、2時間ぐらい喋れるんでまた喋ろうと思います。これが私の生き方だ。嫌なことから逃げてたって誰かを笑顔にできるんだ。